あとに、第2代リバプール伯爵及び首相となる、ロバート・ジェンキンソンは1803年に、繰り上げ勅章により、ハークスベリー団爵位を継承し、貴族院に招集された。繰り上げ勅章とは、複数の爵位を保有する貴族の長男で、法定推定相続人である者が、父親の従属爵位を利用して、イギリス、またはアイルランドの貴族院に出席することができるようにする。 議会招集令状の一つであるこの手法は、権威のある社位員の数を増やさず、また高貴な社位員の持つ、様々な独占権を弱めないで、非常に少数の選択肢から選ばれていた議員の平均年齢を下げ、有能なメンバーを増やすことを可能にした。繰り上げ直所という制度は15世紀半ば、エドワード4世により導入された。これは極めて珍しい手法であり、400年以上の、 間でで実施されたのはわずか98回である。最後の繰り上げ直書は、イギリス保守党の政治家で、ジョン・メイジャーの名優である、クランボーン死者ロバートガス・コイン・セシルに対し1992年に発行された。彼は、父親の従属爵位である、エッセンドンのセシル団爵位により招集されたのであり、儀礼称号として使っていた、クランボーン死者として招集されたわけではなかった。 繰上げ直所の制度は1999年貴族委員法で、世襲貴族が自動的に貴族委員議員となることができる権利とともに廃止された。繰上げ直所は、繰上げして承継される借位が主たる借位ではなく、従属借位であり、対象者が借位のその時点での保有者の法定推定相続人であった場合にのみ、発行される。したがって、 父親の貴族は少なくとも死者区である。繰り上げ直所の対象者である法廷推定相続人は彼が使っている儀礼称号ではなく、ほとんどの場合彼の父親の男爵くらいの一つにより議会に招集される。例えば、後の第四代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュは、第三代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュの法廷推定相続人で、 ハードウィックのキャベンディッシュ男爵として、貴族院に招集された。1707年以降のスコットランド貴族や1801年以降のアイルランド貴族の法定推定相続人は、それぞれ爵位の保有者は、貴族代表議員に選出されなければ、イギリス貴族院に議席を有することはなかったため、繰り上げ直所の発行はできなかった。繰り上げ直所の対象となった。 法定推定相続人は、繰り上げして承継した爵位により、議会の中で優先的な地位を得た。例えば、クランボーン子爵が1603年創設のセシル男爵位を繰り上げ承継したときは、彼は、貴族院の中の1603年以降に創設された、すべての男爵に優先する地位を得た。繰り上げ承継した男爵が彼の父親より先に、亡くなった場合その男爵位は、 彼の相続人がいれば相続人に、いなければ父親に渡される。例えば初代バーリントン伯爵、リチャード・ボイルの生き残っていた男子の中で、最年長だったチャールズ・ボイルは1689年に、彼の父親のレーンズ・ボローのクリフォード男爵位により、貴族院に招集されたが、父親より早く亡くなった。彼の息子である、初代伯の孫は、男爵位により、 貴族医に招集された。ありがとうございます。